ルクセンブルク駅は、ルクセンブルクの首都である、ルクセンブルク市の南側にあるターミナル駅である。駅は、ルクセンブルク国鉄により運営されている。ルクセンブルク国内の鉄道交通の拠点で、ルクセンブルク国鉄のほとんどの路線の奇襲点になっているほか、ベルギー、フランス、ドイツなど周辺国へ向かう列車のターミナルとして、国際駅の役割も果たしている。 2007年6月の LGV 東ヨーロッパ線の開業によって TGV によるネットワークが強化された。駅はルクセンブルクの中心部であるビルイコールオートの約2キロメートル南に位置している。ルクセンブルク駅構内にはベルギー方面からやってくる50号線のためベルギーの電化方式の直流 3000V とルクセンブルクの電化方式である 交流2万5000ボルトを切り替えることができる線がある。最初の木造の駅舎は1859年に開業した。駅は市街地から外れた場所であるペトリス川の南側にドイツ連邦の要塞として作られている。市街地とは1861年のパセレル橋梁の開通によって結ばれ、1867年のルクセンブルク危機により、 ルクセンブルク市内の要塞が壊されると市街地は駅周辺にまで広がってきた。1907年から1913年にかけて初代の木造駅舎は鉄工業による高い経済成長によって近代的な駅舎に建て替えられた。新しい駅舎はドイツ人建築家によるモーゼルネオバロック様式の建築様式でルクセンブルクでは主要な公共建築物である。 ルクセンブルク駅はリベルテ通りの終端にあり、駅の堂々とした時計塔によって距離を知ることができる。2006年からルクセンブルク運輸省の公演によって、駅の大規模な改良工事が行われており2009年、現在、新しい切符売り場、メインホール、プラットホームの拡張と、新しいエレベーターと地下道の整備は完成している。これから先の計画は、 駅構内の河川の張り替え、2カ所のエスカレーターの整備、駅前広場や駅エントランスの整備などが予定されている。2011年には旅客ホールのガラスの整備と立体駐車場の整備が開始され、2012年に完成予定である。ありがとうございます。